フスタネーラを着用した男性バリケーブにあるフスタネーラを着た人のレリーフ。フスタネーラはバルカン半島諸国の男性が着用する伝統的なスカート型の会。女性のスカートはフスタと呼ばれる。現代ではフスタネーラは主にギリシアの議場部隊エブゾネスやアルバニアの親衛隊の衣装、アルバニア、ギリシアの民族舞踊の衣装の一部として残っている。かつてフスタネーラは アルバニア南部のトスク地方から15世紀頃にギリシアに導入されたと考えられていたためアルバニア風シミーズという別名もある同型の衣装はシリアからルーマニアにかけて広く存在しているが起源については紛糾しているフスタネーラの起源は古代ギリシアまで遡る東ローマ帝国の時代にはスカート型の会は、ポデアと呼ばれていたポデアは神話の英雄や 辺境守備隊であるアクリ隊、12世紀以降はマヌエル一世、コムネノスの象徴とされていた。オスマン帝国の支配下では、フスタネーラは山賊とその対策部隊のアルマトロイが着用していた。独立の機運が高まる18世紀から19世紀初頭、フスタネーラは民族全体の象徴とされるようになる。この頃のものは、まだ、膝元丈で、裾は、ガーターと共に、 ブーツに託し込まれていた。ギリシャ王国時代、スカートは膝上丈まで短くなり、靴下型のタイツと網上げブーツかポンポンを飾った靴を合わせるようになった。現代のギリシャの儀上部隊エブゾネスはこのスタイルを踏襲している。フスタネーラは木綿の一枚布から一般的なプリーツスカートと同様の手法で作られるが、膝が非常に多いのが特徴的。 エブゾネスのものには、トルコの支配年数にちなむ400のひだをたむ。左右が分かれたジャージの白ストッキングを履き、白木面の靴下をさらに重ねて、黒いふさつきのガーターで留める。裾がまっすぐに断ってある。腰丈でかなりゆとりの大きいベショップスリーブ風の白い、深みさを着る。フスタネーラを腰にゆわえて、幅8センチ長さ230センチほどの縞模様の帯を上から巻く。 つま先に黒いポンポンのついた赤い革製のツアルヒアという靴を履く。このポンポンは独立戦争の頃に暗記として靴に隠したナイフの刃先を隠すためのものの名残。赤いフェルトを5枚ハニにして黒い房飾りを飾った円な脂肪をかぶる。上着としてピスリと呼ばれるトルコ風の体にぴったりしたつづれ折りの腰丈ジャケットを着る。ありがとうございます。